グユクは、モンゴル帝国の第三代皇帝。看護資料の表記では高吉、コヨかつ、国有皇帝。ペルシア語資料での表記では、クーックカーンないし、ガイックカーンなど。大元ウルスによって送られた病号は低層、送り名は、官兵皇帝。第二代皇帝、オホデイの長子で、第六皇后、ドレゲネとの間に生まれた長男である。具ユクは、 第三代モンゴル皇帝であるが、先代のオホデがモンゴル皇帝として初めてカーンを名乗ったものの、グユクはこのカーンを父オホデのみの称号と考えたのか。自らは名乗りとして用いず、もっぱらカーンの称号のみを名乗ったと考えられている。1206年、初代ハーンであるチンギスハーンの三男、オホデの長男として生まれる。父オホデが即位前に領有していた。 バルハシコキンのエミルコボク地方を領地として与えられた。1233年、満州に出兵して大魔獄の川の千万奴を撃つ功績を挙げた。1235年初春、オゴデイはカラコルムを首都と定め、合わせてこの時召集されたクリル隊で、女チ家の当主バトを総司令官とするヨーロッパ遠征軍サンテイクチュ、自帝。 コデンラを総司令官とする南総遠征軍、さらには、高来へも軍を派遣することが決定し、グユクはオホデー家を代表して、バトゥの西方遠征に従軍することになった。バトゥに次するトルイ家の長男、モン家やチャガタア家のブリなどと共に、グユクはルーシ遠征で活躍した。1239年には、モン家と共にアラン人との戦闘で戦果を上げる。しかし、 元朝騎士や修士によると、遠征中の主演で、ブリが女子家の王子たちと口論になり、遠征軍の総大将であるバトをメンバーし、グユクもブリに同調したと伝えられる。元朝騎士によると、遠征中のバトから、この報告を受けた父オモデーは激怒し、グユクとブリは本国への召喚を命じられた。修士では、グユクに伴って、モンケもモンゴルへ帰還したという。 しかし、オホデーは1241年、グリュークが本国に帰還する途上で病没してしまった。終始、オホデーカーアン期によると、オホデーは、生前、第一皇后ボラクチンとの間に設けた三男の口を、後継者に定めていた。南宋遠征において、古伝が右翼軍として、四川の生徒に入場、先制方面を攻略し、中軍を率いる口も、カナンからは、 コナンに進攻し、創用方面まで制圧していた。しかし、1236年11月に、国こ方面の前線で、口は沈没してしまった。このためオゴデイは、口の長男、シレムンを長愛して、自らの後継者として、宮中で養育していた。こうした中、グユクは、モンゴル本国への召喚中に、1241年1月に、 発せられたオゴデーの不法に接し、加えて、グユクの聖母、ドレゲネが、摂政として、オゴデーの後継者を選出するクリル隊の将生にも、接した。モンケは、ヨーロッパ遠征軍に従軍し、グユクが本国へ召喚されたことに伴い、これに随伴したという。オゴデーが崩御した直後に、チンギスの弟、テムゲオッチミン,ンが、範囲に就こうと試みたが、行動を起こす前に、 グユクがエミルに到着したためにオッチギンはハーニーを諦めた。不仲の重帝バトゥはグユクとドレゲネを嫌ってクリル隊への参加を拒否し続け、皇室の長老であるバトゥが欠席したまま後継者を決めることを反対する声も上がったが、ドレゲネによってクリル隊の開催は強行された。クリル隊の参加者はオコテの子孫から後継者を指名することで意見を一致させるが、 ドレゲネの政治工作もあって、全員がグユクを後継者に選んだ。1246年8月24日、祖父チンギス即位所縁の地であるココナウルにおいて開催されたクリル隊によって、第三代モンゴル皇帝に即位することとなったのである。グユク即位後の10月、母のドレゲネが病死すると、申請を開始する。父、オホデへの放御から5年が経過していた。 グユークはまず定位を伺っていたテムゲオッチギンの、新門を、いとこの門家ケと、オルダに命じ、オッチギンの部下たちを処刑することで決着した。ドレゲネが摂政を務めていた間に乱発された、直令を廃止して、長の権力の乱用を抑え、母の長愛を得て、先権を振るっていた重臣、アブドゥラフマーンを処刑した。代わって、父時代の後進であるマフムードやラワチットチンを、 復職させ、チャガタイ家のイエスモン家を当主から、フレグを廃して、チャガタイ家の第三大当主に任命するなど、徴用した。グユクの政策は、父、オホデーの方針を継承するものであったと言える。軍事面では、南宋、イラン初期法、高来に兵を送り、引き続き勢力の拡大に努めた。また、ルームセル獣区町の施設の告発を受けて、 スルターン・カイカウス2世に変えて、王帝クルジアルスラーン4世を新たなスルターンに任命し、王位の継承問題が起きていたクルジア王国を2つに分割した。グユクは、リウマチに侵されていた上、角の主食のために政務を取ることができず、大臣のカイと科学に政務を委任していた。グユクの家庭教師でもあった科学はネストリウス派、キリスト教徒であり、 彼の影響もあって、グユクの統治下のモンゴル帝国では、キリスト教は、交遇を受けた。グユクは、生成再開のため、1247年8月に、イルジキデイを、指揮官としたペルシア遠征軍先発隊をイランに、派遣した。続いて、グユク自身も私領であるエミルコ牧地方への、巡行を名目として、一軍を率いて生成へ出発した。 しかしグユクは1248年4月、遠征途上で、自らの丘陵である、ビシュバリク方面で休止した。この宝魚は、かねてからの主食で健康を害したための病死と、言われている。しかし、終士などでは、トルイケのソルコクタニベキが、この巡行は、グユクによる罰への討伐軍ではないかと危惧し、あらかじめバトゥに警戒するよう知らせていたことも、記録されており、 剣縁の中であるバトによる暗殺の可能性を示唆する説もある。愚玉の放御後、その皇后であったオグルガイミッシュが折衝勧告として国政を代行した。しかし、バトとモンケラトルイケの王族たちはオグルガイミッシュの創成を拒否し、約4年の間モンゴル皇帝位は空席のまま決まらず、帝国全体の統治はまたしても混乱することとなった。バトは、 独自にクリル隊を開催し、オゴデ家の王公はこの動きに抵抗したが、ジョチカサルやカチウン家、テムゲオッチギン家の当主たちがバトゥとモン家の集会に参集したことに加え、シレムニヤグユクの子であるホウジャオグルやナグの兄弟も参加を表明するに及び、モン家がバトゥの指示を得て、第四代モンゴル皇帝として即位した。世界征服者の歴史や収士などによれば、 グユクの即位には、帝国の内外から王公、有力者が参加した。バトゥは、体調不良を口実に欠席したが、モンゴル本土に派遣していた、イボアニのオルダをはじめとする女地家の主要王族たちと、それに随行する将軍たちを出席させている。さらに、帝国内部からは、旧金朝領である下北に派遣されていたノヤンや、官僚たちと、在地官人勢力の代表者たち、 アゼルバイジャン地方からイラク、ホラサーンに至るまでのモンゴル支配地域とその周辺の有力勢力や王族たち、その施設が参加している。1246年にグユクがインノケンティウス4世へ宛てた直所に押された、インジグユクのインノケンティウス4世宛て国書この時、たまたまローマ教皇、インノケンティウス4世の施設として派遣された。 プラノカルピニの序盤に修道士がこのグユク選出のクリル隊に参加し、その様子を教皇庁に提出した報告書、モンゴル人の歴史に載せている。彼がグユクに越見した後手渡されたペルシア語による直書が1920年にバチカン図書館で発見され、バチカン美術館に現存している。これは書面の末日2246年11月11日という、 記念が書かれており、発令日時が明確であるものとしては、現存最古に属するイグル文字モンゴル語による、モンゴル皇帝の玉璽の名文が押された正式な直書である。モンゴル帝国が発令した実物の命令文書としては、非文資料を除くと現存する最古の文書資料でもある。さらに文中では、グユク自身と祖父のチンギスハンを反父のオホデーを、 カーンと、それぞれ呼んでおり、オホデーのみを、カーンと呼ぶ特別な称号がグユクの即位直後から、すでに使われていたことがわかる貴重な証拠を残している。カルビニの報告書に加えて、この時カラコルムで作成された直書の、ラテン語翻訳文が残っていることで直書の来歴や、作成経緯についても詳細な記録が分析できる、稀有な資料となっている。後 バナーカティー氏など14世紀以降に編纂された、ペルシア語文献の一部には、オホデーの息子のうち、グユク、コデン、クチュ、カラチャル、カシの5名は、ドレゲネとの息子たちであった、とも伝えているものもある。メルキト部族出身、カイミシュとも呼ばれていたという。チャバトという息子がおり、バラクの中央アジア遠征に随伴したが、カイデのもとへ身を寄せたという。終始、 ここでカーンキでは彼の息子が10名上がっている。ありがとうございます。